そういうことで学園っていうのはですね、いろいろとですね、やはりこう運営していかなきゃいけないということで、はい、一番お偉い方をまずご紹介しましょうか。ご紹介します、FC 東京学園理事長でございます、阿久根理事長からご挨拶をお願いします。よろしくお願いします。お願いします。皆さんおはようございます。理事長の阿久根です。今日は本当に、いい天気に恵まれまして、はい、集まっていただきましてありがとうございました。去年からの当学園ではいろんな新しいことをやってますけど、ビジョンを仕立てて2015ビジョンの中で、ファンの皆さんとの新たな双方向のコミュニケーションというのを挙げました。その一つの目玉が今日 このフェスティバルです。上から目線でしょ。ドローンが怒られるよ、ドローンが。実はこういうフェアファンフェスタはですね、2000年、2001年と深川グランドで運動会みたいなことをやっていました。それから2002年に有明コロシアムを借りたんですけども、なんとこれが雨になってしまいまして、雨でいっぱいの方と触れ合うって難しいなっていうふうになって、次の年からキッズクラブフェスタだけを、やってきました。で、今年なんとかたくさんの方と雨でも、イベントができないかって考えて、生み出したのがこのファンフェスタです。ただ晴れました。よかった。今年の FC 東京にはなんか疑惑が1個ありまして、ホームゲームが雨になるという、その疑惑の犯人が2人いましてですね。お、誰だ。ランコ・ポポビッチという人間とですね、あとその横にいます大金というジョームがいましてですね、これが2人でお前が雨男だろうと言い合ってます。大金が沖縄合宿、そして宮古城合宿、行くと雨で、小平グラウンドで練習しようと思って待ってたら、午前中会議がありました。大金は会議やってました。その時雨降ってなかったんですけど、会議が終わって大金が外に出た瞬間大雨になりました。おかげで練習は台無しだってポポビッチが怒ってました。雨男同士です、はい。でポポもポポもですね、退席させられちゃった。次の試合ここで清水戦がありました。ベンチに入らないときはカンカンでいい。大金がお前が雨男だ。本当はどっちが雨男だ、まだに分かってません。ただ一つあるのは、今日が晴天だということです。素晴らしい。これは間違いなく今日お集まりの皆さんが雨雲を吹っ飛ばしてくれたんだと思います。二人から何か感謝の言葉がある。ブラボー。二人からありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、さっき高木先生も言いましたけど、負けてしまいましたけど、これをきっかけにですね、次ここでやるアジスタでやる28日の新潟戦、その前の仙台戦に力をつけていきたいと思います。皆さんも一緒に楽しんでください。あと一つ、エジミューソン君が入学することになりました。なんか今ブラジルから歩いてこっちに向かってるみたいな徒歩通勤なんですよ。学校の終わりの頃にはちょっと着くんじゃないかなと。そしたら挨拶の一つしてもらいたいなというふうに思ってますので、今日は一日楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。阿久根理事長でございました。いろいろとありがとうございます。僕はもう韓国で阿久根理事長に握手してもらったので永遠の記念でございます。さあ、そういうことで理事長から挨拶をいただきましたけども、こうなるともう一人、先ほど雨がというふうな方がいらっしゃいましたが、あの方にとってこういうファンフェスティバルというのはどういったものなのかというのもちょっと聞いてみたいなと思いますのでですね、理事長の次は校長先生のちょっと挨拶を聞きたいなと思いますので、ご紹介しましょう。ランコ・ポポビッチ校長です。皆さん、おはようございます。レクチャーどうぞ。もっと大きい声でお願いします。おはようございます。おはようございます。そう、ありがとうございます。この場は、どこどしに、ここは、ваша куча、и мы с тобой много встречи, да можем, да будем, да нас тут, да можем, да будем, да заняты. まず皆さん、本当にですね、大勢の方に詰めかけていただいてありがとうございます。ここは私たちの我が家ですので、今日は、皆さんとですね、一緒に楽しんで、交流していきたいと思います。и оно что я лепо, и оно что я добро, FC Tokyo не треба да брине за свою будущность. Олико деце, олико младих люди данас,
To je naša sreća i mi ćemo sve da uradimo u budućnosti da vas usrećimo.今日も見ての通りですね、子供たち、お子さんもたくさん詰めかけてますので、ここにいる子供たちが将来のね、FC 東京を背負って、立ってくれる存在になるというふうに思ってますし、そういう子供たちにも楽しんでいただけるように、自分たちもね、精一杯やっていきたいと思ってます。Ali pre nego što bilo šta počnemo da se zahvalim Bogane san, jer danas nas dvojice nekoliko dana ne spavamo i molimo se svim bogovima da danas ne pada kiša. Jer obično kad smo nas dvojica zajedno stalno je kiša. イベントが始まる前に、Bogane さんの方に、感謝の気持ちを述べたいと思います。あの5日間寝ずにずっと雨が降らないことを願ってくれてましたので、今日おかげで晴れました。まあほぼもう全然全くストスパワーね。この表情がね、疲れてるように見えるのは、そのせいですので皆さん心配しないでください。じゃあ校長、今日のイベントで一番注目しているのはどのイベントですか。Da, ovo je fantastično, ovo je što smo hteli, da se približimo, da pokažemo da smo mi jedno, da smo jedna familija, FC Tokyo familija, i da treba svi da uživamo ovo. Tako da danas očekujem da uživate svi. このイベントというよりもですね、こうやってファンの皆さんと交流するということが私たちにとってはすごく重要なことですし、FC 東京ファミリーとしてね、一つになれる瞬間というのを楽しみたいというふうに思ってます。塚田通訳はいつタイミングでどこで日本語で挟むかっていうポイントはあるんですか。はないですね。阿吽の呼吸でございます。ということでございまして、ランボボビッチ校長と塚田通訳でございました。今日よろしくお願いします。さあ、そういうことで今日は本当に大変暑いでございますから、選手も皆さんも含めて水分補給を必ず忘れないようにぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、そういうことでございまして、いよいよ盛り上がってまいりました。ということで、このステージ他にもいろいろありますが、このステージでは11時から FC 東京ウルトラクイズを行うということですので、ぜひぜひ参加の方よろしくお願いいたします。そして選手の皆さんは各持ち場にこれから移ってもらいますので、いろいろお目当ての選手のところにぜひフルでいろいろ足を運んでください。そういうわけでございまして、ファンフェスティバル2012スタートです。Yeah.